5年間に及ぶ行財政改革行動計画が最後の年を迎える新年度。花角知事は脱炭素や分散型社会などの実現に引き続き取り組む考えで、中でも力を入れたいと話すのが若い世代に向けた子育て支援です。次元の異なる対応ということを国も言ってますので、他の自治体とも競争するような面もありますので、しっかりと知恵を出していきたいと思います。最終調整は来月9日頃まで行われます。